拝殿法教院東広峰神社は、兵庫県姫路市の高峰山山町にある神社である。全国にある、五図天皇の総本宮。旧社格は、県社で、現在は、神社本庁の別表神社。別称広峰五図天皇。天平の昔から、名の見える古社である。須佐農ー村、イタケルを主祭神として聖殿に祀り、左殿に、木稲田姫ヒ村。 アシュマニューイノチ、テマニューイノチ、ウデンに、胸方三女心、アメノオシュホミミノイノチ、アマノホヒノイノチ他を祀る。この他、拙者、末者として、西の白平山には、キビ神社、光神社、本殿周辺に、熊野ゴンゲン社、稲荷社、天神社、カジャデン社、大木社、光神社、山野門ゲン社、エビス社、軍殿八和田社、千代社、東の峰には、 天根祖父神社を祀る。2019年秋には、黒田義孝を祭神とする、関米神社を新たに創建。明治の神仏分離令以前の祭神は、五図天皇であり、本殿内に、薬師如来を、本寺仏として祀っていたとされる。近年、社殿裏北西に、薬師堂が建設され、当時祀っていたとされる、薬師如来が安置されている。ハリマ館には、 主人天皇の御代に、広島峰山にひもろぎを立てとある。天平五年、唐から帰った、きびまきびが戸へ戻る途中この地で真意を感じ、それを聖武天皇に報告したことにより、翌天平六年、白平山に創建されたのに始まると伝えられる。天六三年に現在地の高峰山頂に遷座した。演技式神明庁には、記載がないが、 日本三大実録上岸八年上に、ハリマ国無意、須佐能の陣に、十五石田を熟との記述があり、当社のこととみられる。また、この五図天皇という神は、恩明道にとって、非常に重視される神であるが、創建者とされる、キビ真キビは、恩明師であったとされ、コウ神社が恩明道と朝からの関係にあった、ものと推察される。五図天皇に対する信仰は、 お礼信仰の影響により、役位をもたらす神を祀ることで、薬病や災厄を免れようとするもので、以下に知るす祇園社の祇園信仰が有名であるが、当社においては、主として稲作の法上を祈願した内容の信仰となった。これを広房信仰と呼び、当社が古くから農業の神として崇拝されたゆえんである。上元11年、当社から、 平安慶の祇園館喜び寺間新院に、小津天皇を文誇らしたとする説があり、女王二年の文書にも、祇園本社、ハリマ国広報社とある。そこから祇園社の求宮や、総本社とも言われているが、八坂神社とは今なお本社争いがくすぶっている。また、当社から京都八坂神社へ祭神を文誇らする際に、通過して休憩したと伝えられる。 神戸の祇園神社や大阪の南馬朝霞神社、京都の岡崎神社などのような祭神の仙座の旧跡も存在する。三重の尾瀬神社などにも文を誇らしている。また、明治の神仏分離令までは、天皇山増福寺、広峰山増福寺等と称し、江戸時代は徳川将軍家の菩提寺である、関永寺の支配下にあった。山頂の高峰神社内にある、 鮭跡地鎌倉時代から室町時代にかけては当時多くの神社がそうであったように神官が御家人、地頭を兼ね反映した。港川の戦いにも出陣、北朝の側についている。鮭については古くは十五かあったと伝わるが、永六年中の戦乱の影響で社税が衰えた、結果、江戸時代頃までにいわゆる広坊三十四坊と言われる三十四家が残り、 その後、漢文年中には三十三家、安永年中には二十五家となった。ただし、三十四家という鮭の枠は残り、不在となった家は他の鮭が検体した。江戸時代中期以降の主な鮭には、広島、小江塚、魚住、杉山、谷、小松原、谷口、神崎、金田、武田、武井、柴田、内海、福原、阿波野、大坪、 柴、馬場、お大等がある。大別島社無職を代々世襲し、各社家の頂点にあった広峰氏は、三十六河川の一人で、古今和歌集の先者でもある、大志高知の三つ根の子孫とされ、鎌倉時代には御家人を兼ね、室町時代には赤松支配下の有力黒人でもあった大子からの社家、関東の罪名を名字とする、小江塚、金出しは、 かつての鎌倉御家人の子孫で、鎌倉時代に、東国から針前下光し、その後鮭となったとされる家である。また、赤松一族といわれる大隅市、小松原市、谷口市等のように、室町後期職法期頃に、赤松家臣団から流入して、鮭となったと考えられる家もある。江戸時代にはこれら各家の内五家が、15一下初代部の簡易官職につき、 以下に記すようなシャムを取り行った。各シャケは、シャムとして一年を通して、時期ごとの神事を取り行うほか、江戸時代の聖徳4年に、金利の直眼書と定められてから、明治4年に、政府から停止の指示があるまで、初代部のシャケ1名を総大として、その他数名のシャケが、毎年1月末から2月中旬に、京都におき、金利等疫等を奉納していた。また、 ご主としての性格を表すシャムとして、寺院の段家制度のように、当社の信興地域において、主として自然村単位で進歩を持っており、シャケは自家の旦那村を回って3種類の紙札を配布し、その対価としてお初捕虜を得て収入としていた。江戸時代以降、車両わずか72国であった当社が繁栄を維持できたのは、実にこの広範囲にわたる、 多数の信徒の支えによるところが大きい。この旦那村は、ある鮭が経済的に困窮したり、何らかの理由で鮭から退く際には、他の鮭に優勝で譲り渡すことができるなど、鮭間で取引の対象ともなっていた。これら鮭の他に、手台と呼ばれる、当該鮭に使える新職の家が50や程度あった。手台は一つの鮭が数貨を抱え、鮭の金利への寄稿や、 旦那周りの際に随行するほか、平素は高峰山内にある、鮭所有の畑を工作して生活していた。時代が明治となってからは、明治4年の社事業場地令により、車両72国を就航され、さらに同年の大上官布告第234号により、新職の世襲が廃止され、新たに、士官、こら手のひらとして官任されることとなったことにより、 鮭及び手代の多くはその地位を失って下山し、教員、近在の他神社の神職あるいは実業回等に転身していった。現在、憩いの広場として公園化されている旧社家谷口市の屋敷跡地に立つ谷口家の日は当該経緯をよく物語っている。この傾向は、戦後、農業技術の進歩及び、経済基盤が農業から商工業に転換したことにより、 当社への信仰が衰えるに及んで、さらに顕著となり、神社関係者のほとんどが下山することとなった。かつて山上に多く、のを連ねた新職屋敷は、ほとんどが廃屋となって、現在、ほぼ完全な形で残っているのは、小江塚邸、魚住邸の2軒のみとなっている。近世以降、晩秋の人が、伊勢参りするとき、まず広坊神社に参拝してから出発し、 帰ってくると、もう一度謝算した。これを二度回りと言い、この習わしは昭和初期まで続いた。山頂への道路は主なものが二つあり、南は白国村及び平野村からのものがあって、前社を表坂、後社を裏坂と称した。このほか東は増井山津井根貝寺からのもの、西は大野村及び山と村からのもの、北は、 菅院村からのものがあった。現在、麻酔山陣内外ら当社山富のルートは、近畿自然歩道をと称する、ハイキングコースの一部となっている。戦後になり、氷坂に沿って車道が整備された。平成30年、本殿裏手境内に、黒田義隆を祭人とする神社を建立すると、発表、2019年春に完成予定。神社によれば、黒田官兵衛。衛 黒田やゆかりの地を目的として参拝に訪れる人が多いという。当社には戦国時代の武将、黒田重隆にまつわる伝説が伝わっているが、江戸時代以降、この手台の家の中で黒田を苗字とする家があり、家門が福岡藩主黒田家と同様の藤友江であること、また、この家の男子の意味なに、 福岡藩主黒岳の一族で、意味な字として用いられたのと同様の、十、長、聖、高氏の字を用いたものや、同様に通称で、官兵衛の官の字を用いたものがあることから、黒田重高と何らかの関連性を持つ家であった、可能性がある。ただし、江戸時代から大名黒岳との関係を調べているが、つながりは見出せておらず、高郡黒田省の出身と見られる。黒田家は、 大見国羊なので別族である。黒田家重信の井ノ口氏がここの僧、ご死であったことは、資料で証明される。また、新たに創建される、寛米神社には、江戸時代、姫路氏メガの黒田職、高志病所より発見された桂鍵の一部が、祀られていた福岡市の職高志菩提寺、大長寺から、広峰神社に寄贈され、寛米神社のご神体とする。 室町時代造営の本殿は、入りも屋作りで、内人、外人を分け、奥まった位置に、正殿、右殿、左殿を配した、独特の構造である。廃殿と共に、国の重要文化財に指定されている。このほか、11月には753もでがあり、また、各種を払い、宮参りは、随時受け付けている。ハット国十分の広神社、屋根の一部焼ける標語、 姫路朝日新聞2012年2月3日、広峰神社本殿の屋根を焼く。ありがとうございます。